2013年の11月8日にですね、東京電力として、福島第一原子力発電所の、緊急安全対策のメニューがいくつか出したんですが、その中の一つとして作業環境を改善するというふうな、メニューがありまして、その中で温かい食事をということで、給食センターのプロジェクトが、企画されました。なんとかその、発電所の廃炉の作業の現場でですね、普通に食堂が作れないかというふうなことは、それ以前から話としてはありました。でその中で、中で調理設備厨房をですね作るというのが、場所的な、スペースの問題ですとか、設備の問題とかありまして、かなり難しいんじゃないかということは、従前から分かっていまして、発電所の外で、そういった厨房を作ってですね配食をすると、給食センター方式というふうなことで、いけるんじゃないかというふうなことは分かっていました。課題として大きくあったのが、一つには場所。場所というのは調理後ですね、喫食2時間というふうなルールがありますので、そこの時間の範囲内で運べる場所に、大体当時3000平米か1万平米ぐらいかなというふうなことで当たりをつけていたんですけれども、そういった土地があるかどうか。あと、そこの土地が、ある程度、交通の便が良くて、かつ水、あと電気、そういったインフラが供給可能かどうかというふうなところですね。それが立地的な問題としてありました。当時ですね、緊急性とかすぐにでもというふうな話がありましたので、運用開始というか竣工時期はもう決まってたということで、2015年の3月末というところだけは決まっていて、その途中のプロセスというのは特に決まってなかった状態ですね。当時は2014年の6月頭ぐらいには工事に入ってないと間に合わないかなと。それまでの間に許認可も含めて、もちろん設計も含めてまとめなければいけないというふうなことは想定はついていました。当社前田建設がですね、2000年ちょうどぐらいから3次元 CAD BIM を取り組み始めた頃からですね、もうすでに15年ぐらいかかってしまったんですけども、実際にはもう物件をですね、どんどんやっていこうよと、実践していこうよという立ち位置から、我々はもうグループの名前に一応設計という名前を入れてますけども、狙いとしましては、BIM をツールとして使って、実際に設計者の人間がプロジェクトをですね、回していこうと。ビルドライブもう2009年から7回計やってまして、一応第1回目からずっと参加しています。結果はですね、毎回一応最終のプレゼンテーションまで残らせていただきましたので、我々としましては今一つのですね1年の中で、BIM のその成果をですね、皆さんにお見せできるいいイベントになっているかと思いますが、時間制限があるという、特殊な状況下で、やるっていうことがですね、ある意味通常の物件ですとありえない、その48時間ですとか、100時間という制限時間が、我々の中で、BIM を使ったからこそ、設計取りまとめられることができるんだなという実感を毎回持ってます。ですので今回の物件においてもですね、非常にその期間的には非常に難しい建物ですので、なかなか簡単には立ち行かなかったところはあるんですけども、BIM を使ったということは、いい設計、いい建物を作るという意味では、必ず影響が出ているところだと思いますね。給食センターというのは、最終的に食事を提供してその機能が発揮ができるということからすると、最終的にその営業許可をですねいただく保健所との協議というのが、工程上も鍵になります。で、一番最初に、じゃあ保健所との協議がいつ頃できるのかなというふうにした時に、1月の末ぐらいということで、
まあ、スケジュールがあるところで1月22日っていうになったんですね。いろんな意味で、まあ、手直しをしなければいけない、考え方を整理しなきゃいけないというようなことで、ほとんど、まあ、設計のやり直しみたいな話に当時なりましたね。で、じゃあもう一回って言った時に、まあ、それを踏まえて、まあ、修正というかもう一回再設計をしたと、まあ、結果して2日間ぐらいで、まあ、全部再設計ができたというのは、まあ、すごいなというのは、まあ、今でも思いますね。本当の最初の、スケッチの段階から全部アーキキャドで今回の物件やってます。ですので、まあ、敷地のその形状がですね、まあ、決まった段階から最初の、まあ、建物のボリュームを入れるところからアーキキャドで入れてると。でもちろんそこに今に至るまでにですね、複数案、A 案 B 案 C 案というようなものも作ってます。まあ、それをやる際にはですね、アーキキャドが持っている、まあ、そのモデルとやはり図面を、まあ、同時に作れるっていうことが一つ大事な要素になっていて、我々は必ずセットでですね、全体の、まあ、ボリュームイメージというものと図面というものを出していきますが、まあ、それを同時に仕上げていく。もちろん変更が入れば修正していく。で、修正のスピードももちろんですね、通常の二次元キャドでやるよりはもう我々アーキキャドやるのが早いっていうのは分かってますので、基本的に、衣装がアーキキャド、構造はテクラ、設備はティーファースっていう組み合わせが主流になってます。で、給食センター、この物件について言うとですね、構造のテクラではなくて構造もアーキキャドで、まずやっているということと、設備の方もですね、いくつか分担作業をやっていく中でティーファースと、あとデザインドラフトが、一部入っています。まあ、そのデータを全部アーキキャドに、統合したような形ですね。衣装だけじゃなくて構造設備と整合性を持たせた形で、もう一回我々の方も確認をした上で、まあ、再協議というようなことになりましたけど、次行ったのが、まあ、2月の12日だったかな、行ったんですが、まあ、そこで、まあまあ、またプランが大幅に変わりまして、大幅な設計変更というか、そういうふうなことが生じました。で、まあ、具体的にどういうふうなことが、まあ、その都度変更になるかっていうとですね、給食センターの中で人と物が動くんですけれども、その動き方というのが建築計画と整合が取れているのかとかですね、まあ、そういったところをチェックすると、まあ、あまりその整合が取れてないところですとか、合理的ではないっていうふうなのが、まあ、やっぱ見えてくるんですね。通常給食センターをですね、設計建設する上で厨房 の、まあ、メーカーさんのですね、決めなきゃいけない範囲というのが非常に大きくて、決して我々単独でですね、本来はお仕事が進められるわけではありません。ですので、今回も計画のですね、もう全体のアウトラインができた段階からすぐにですね、この2社の方には参画していただいて、平行で全部プランも詰めて、中のですね、断面のそもそも決める段階に立っても全て一緒にやっていただいているというような形ですね。実際現場に入ってからそういう 3D の、 画面というのを見たんですけれども、まあ、正直驚かされたのは、問題点というものをあらかじめの画面上でですね、見せていただいたところを我々まあ、厨房の工事でこういったところが問題になるんじゃないかとか、まあ、通常、まあ、こういう大きな給食センターやる場合、厨房は厨房でやって、それから建築で内容を固めてっていうところなんですが、もうそれがほぼ同時に進んでいくような、進み方でしたね。その中でやっぱ三次元というと、まあ、私なんかは経験上パースでしか経験がなかったものですから、それが例えばこう動いたりとかですね、角度を変えてみることによって、例えばここに空間が出てしまうから、こういったところの収めをちゃんと考えてくださいっていうのは事前に分かってましたから、そういったところをスピーディーに設計側とコンセンサス取りながら現場が進んだんじゃないかと思いましたね。はい。で、第3回目はもうこれで、プラン決まらないと確認申請に間に合わないというふうなところでやりまして、3回目が2月の末にあって、2月26日にあって、でそこで、おおむねこれでいいだろうということで、プランが確定したというところですね。ですから、
まあ、大体まあいわゆる基本設計というか、まあ、実際ビームでやってますからかなり実績に踏み込んだところまで、まあ、行きましたけど、ほぼほぼ2ヶ月半で設計が固まったというふうなスピード感ですね。と、まあ、我々の方はまだそこまで、CAD システムは入れてなくてですね、まあ、2D のものでやってるんですが、まあ、我々のデータを渡して実際そのビームの中に入れていただいて、で直接的に我々がそこで何かができたっていうわけではないんですが、やはり設備面での検証が事前にできたのではないかなと思います。体感的に違うのはやはりスピードが全然違いましたね。まあ、設計段階でのスピードもありますし、まあ着工してから竣工するまでの時間、それ全てが早かったと思います。まあ、いざ実際自分がですね、切羽詰まった形で担当したプロジェクトの中で、まあ、こういったビームっていうものを、まあとまあ出会って使うという機会から、まあ、今考えるとですね、なければこのプロジェクト間に合わなかったなというのが正直なところですね。単純にそのビームのデータだけではなくて、もちろん通常のその CAD データというのもですね、我々としては渡しをしていますので、まあ、その作業の中でですね、今回特に難しいのは、立体的に考えなければいけないその水の排水でありますとか、あとはそのダクトのですね経路、まあ、そういうものをですね、3次元でやっぱり見るっていうことが非常に重要だったんじゃないかなと思います。この施設はですね、その食事をまず作るということと、その食事を作っている様子をですね、まあ、見学していただけるようなルートというのを設けてます。2階からそれぞれのですね、下処理室、調理室、あとまあ使用した食器関係をですね洗う洗浄室というのがありますけども、窓から実際どういう見え方をまずするかというのをですね、実際にそのビームの中で立ってみてですね、ウォークスルーのような形で立ってみて具体的にまあそれをこう確認しているようです。でその中でちょっと見え方としてですね、もっとこれを手前に持ってきたいとか、あるいはちょっとここの開口部が小さいからもっと広げようとか、そういう微調整をアキャド上でやってます。まあ、それをやることによって今実際に見ていただくことができるんですけども、中のですね、まあ、レイアウト、まあ、過不足なく見ていただけるような形になったかなと思います。まあ一見建物建てたって感じですよね。うん、3次元っていうか、最終的にまあ、3月に建物本体できましたけど、もう、まあ、我々の気分としては一度2月、昨年の2月の末ぐらいの段階で一度建物の完成形は見たっていう感覚ですかね。まあ早いだけではなくて正確なんですよね。で、本来ならば、まあ気がつかないようなところ、見落とすようなところが逆に見えてしまうところがありますから、速さだけじゃないと思いますね。やっぱりビームデータそのものを発注者イコール建物所有者っていうふうに、まあ、解釈すると、建物所有者がビームデータを持つべきであり、そのビームデータをやっぱ管理すべきでしょうね。まあやっぱり予防保全ですとか、まあ、建物管理ですとか、まあそういうふうなところが、やっぱりその、紙データというか二次元データの図面データだけでは、まあ、目が届かなくなる、分からなくなる、まあ、こういうふうなものが我々たちが意図している企画をしているんだというふうなことを、まあ、設計者側の方に伝達するのが、まあ、我々その、まあクライアントの役割だとするならば、まあ、場合によっては最初からビームデータを我々が一番作った方がいいかもしれないと思いました。